あ、もうやってくれたんだ。え、俺何もしてない散歩、お散歩マンよ。うまい茶。茶がめっちゃ当ててる。おー、やった。え、なんか茶強くね？え、茶強くね？え、茶強くね？あ、頑張れ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 、いけ、いけ、俺見とくからいけ。左にいるぞ。あそこにいる。ボム置いてた。イエーイ、イエース。え、なんかもう、なんか結構、なんで落ちてんのこれ、待って、よくわかんないよ。もうごめんなさい、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 ごめん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 。ここにボム置いとけばね、もう最強、最アンド強。にゃーん。6位。嘘、今のマジすごいところで死んだ。俺今すごいことして死んだぞ今。にゃーん。トランポリンから倒したよ。笑われてる。いけ、いいね。いや、これ攻めれる。うわ、お、全員やった、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 全員やった、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 やった、やった！嬉しい！嬉しい！で、これ聞いてよ、そう、言いたかったことあんの。試合始まっちゃったからちょっと言いづらいかもしんないけどさ、俺、最近プール行ってんの。俺のこと変態だと思わないで、絶対。プール行ってんの。で、プールで、着替えるじゃん。で、俺が行ってるプール、室内プールだから帽子かぶんなきゃいけないんだよ。俺、黒い帽子かぶってんの。で、こないだ、黒い帽子持ってったと思ったら、間違えてお母さんのパンツ持っててさ、黒いパンツ。でもかぶりそうになっちゃったんだよ、お母さんのパンツ。で、あ、なんかおかしいなって気づいた俺は。急に、ちょっと、ふと見たら、これ、お母さんのパンツじゃんってなって。危なかったんだよ。かぶりそうだった、お母さんのパンツ。